おおおお、負けたけどはい、どうもグリードと申します。今日は HVK 使ってドミネーションですね、やっていきましょう。そうね、頑張ってドミネーションの動画ちょっと増やしたいと思います。あれは抜ける。 OK、 右大丈夫だよね。おっと、なんかいるよ。おお、すごい動き。 OK、 危ない危ない危ない。で、下見ますか。やっぱ来ましたね。リロードして下がってセントリー置いて、よし、いい出だちです。出だちですね、噛んじゃったさあ、裏は来ることは UAV で分かってますので、カットして、さあさあ、ちょっと、あー、やっぱ A のそっちで湧いちゃいましたね。 A に流れるかな。 OK、 ヘイター出たんでヘイター出しましょう。あ、でも味方カットしてくれて、あれ、うっそ、いやー、しくじりましたな今のは。ちょっと B がやばい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 。でもヘイターが出てるから、おっと、出ててもやられていく。さあ、セントリー壊されてないけど、なんか休憩中かな、セントリー。セントリーさん、ちょっと、OK です。ちゃんと働いてくださいね。さあ、この B はとりあえず、あ、やっぱちょっと攻めちゃうとあっちで落ちちゃうんですね。じゃちょっとこう、大回りで、多分後ろ A は1人だけだから、多分問題ないと踏んで、こっちから行きましょう。パンチ、危ない危ない危ない。ちょっとリロードして、ちょっとこういう変なところで待ちましょうか。うわー、うまかったな今の反応超反応だった多分見えてなかったっぽいけど、すごい反応でしたね今のは。うまいな。ワンチャン後ろチェックない。登ってくるかな。あ、やっぱりこれはさっきのサプレッサーの人ですね。ブラボー。ちょ、ファイヤー使いましょう。まだいますね。 OK、 カット。強い。これはちょっと届かないな。 OK、 ダブルキルで外周行きますか。そこはファイヤーで荒らしちゃいましょう。あれ、いないな。ちょっと当たるだけで倒せる、なんという素晴らしいスペシャリストなんだ。たまるの遅いけど、ちょ、どっかで、あ、ギリ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 届きました。そしてリスポンが変わって、じゃあここに、危ない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 。セントリーも持ったまま落ちるとこだった。ちょっと反応案に切り替えて、こんにちはーって。さあ、おお、いいっすねこの 1G、 これ好きなんですよね。持ってないけど欲しいな。なんか弱い、そんな性能は大したことないらしいんですけど、個人的に形が好みなんで、あの MP40、 ワールドワットウォーの時にかなり猛威を振るったチート武器ですね。まあ本作はかなり弱いですけど、まあ DLC 武器はあんまり強くない方がいいですよね。だいたいあの開発者がその DLC で強い武器を出す理由っていうのは、まあやっぱみんな課金させるためなんでそうだから、ああいうちょっとぶっ壊れ性能の武器を出しちゃうんですけど、僕はちょっとね、そういうのはゲームが壊れてしまうのであんまり好きではありません。さあ、リロードして、こっちで湧いてますね。こっちやってから出てくるかな。 OK、 カットで、もう一丁いきましょう。ちょっと伏せたりしてみようかな。あー、おーっと、まさかもう2人来ると思わなかったな。さあ、セントリーの後ろに1人いますんで、それをやりましょう。やばい、これあ、危ない危ない。ちょっと一瞬行こうか迷っちゃった。あのショットガンだったんでね、ちょっと近づきたくなかったですね。やっぱり再び来た。復活が早いあの人。いやー、 B が、あ、でも、ちょうど前半戦終わりますね。よしよしよし。いい感じですね。か。まあそうですね、ちょっと、こっから普通に AR で覗くのはちょっとワンパターンなので、いやー左から行きましょうって言ってたんだけど、まさか来たね。なかなかサイド来る人少ないはずなんですけど、おーすまんね。これが HVK なんだ。おー、ハイブか。おー、大丈夫、君。やっぱりここ来ますよね。やっぱここ、左から、こう。そう、だから B 行く前に、ここが、味方がいないとちょっと不安になってしまうんですよね。こう、裏取りが来るから。ナイス。もう一人ちょっと伏せられるかな。で、2階にいるんですけど。ショットガン危ない。ちょっとパターンを変えて、ちょうど来ましたね。運が良かった。あのショットガン。あれ？あ、やったやった。敵、落下ダメージでやられてった。彼が無視して。おいほいほいほいトリプルキル。いやー、今死ななかったらもうちょいいけましたね。ファイヤーたまに使うと楽しいな。いい、惜しい。でもスキルカメ飛ばしちゃったけど、空中でスナイパー当ててきましたね。ちょっと今のは、見たかったな。さあ、来るんじゃないかな。ここいいですね。とか言ってたら、結構、ショットガンとあの人が、裏から結構裏取りをしてくるので、たまに見てあげないと、こういうことになるんですね。おっと、戻ってきた、戻ってきた。それ戻ってくんの？B 入ってますね。今のやれたんや。さあ、上もカットして、左回すか？セントリーが、セントリー反応してたから、なんかいましたね。リロード C の、これは取れます。で、UAV。なんだちょっとダメージ与えて、牽制しつつ、OK、危ない、当ててきた。敵の UAV 出てるんで、僕もバレてますね、これは。これ上ですね、ちょっと。一旦逃げましょう。で、もう一回戻る。さあ、あれ？やったかな？ OK。ちょっとね、敵 UAV 出てるんで、あんま同じ方向にいないで、同じところにいないで、ミスった。ああいう風にちょっとね、レーダーが多分出るタイミングと合わせてああいう風に動くと、多分敵も UAV 出ててもね、こっちの位置はあまり正確に特定できないような感じになってると思うんですよね、多分おそらく。いやー、なんかすごい動きしてるよ、君。やっぱりあの人が裏取り来るな。大丈夫？セントリーがなんか働いてる、君下かな？いますね、やっぱ。2人来た。OK、ラッキーラッキーラッキー。で、これリスポン変わってますね。いや、来るんかーいセントリー。じゃあ、おかしい、このリス。ひどすぎる。なんというリス。これは訴えてもいいレベルだ。ちょっと3点取りされてしまって。フェイント。入ると見せかけて入らない。やばい、どっちか取らないと。 C 取りましょう。この人数いれば OKOKOK。 中いますね。カット。もう一人もカット。 OK、 リロードして。さあ、上をカットして、後ろ。いやー、あの人大丈夫かな。ちょっと左取れる。ギリギリ多分いけますね、これは。いやー、来たよ、あのショットガン。くっそやるな。なかなかいやらしい立ち回りしますね。ああいう人がチームに1人いると、すごいやりやすくなったりするんですよね。あ、ごめんなさい。詰まっちゃった。やばい。あとちょっとで勝てるけど。なんだろう、この気持ち。なんか、あとちょっとで勝ってるんだけど、なんか、ちょっと劣勢だから、あんまり嬉しくないこの感じ。ちょっとスパッと、なんか決めたいですね。いやー、決められちゃったよ。うまいな、あの人さっきから。やばい。ラスキルぐらいちょうだい。いやー、この距離。はい、ということで66キル。結構いけましたね。HVK。これ使いやすいんで、使ってみてください。またね、ドミネの動画増やしたいと思います。ということで、今日はお疲れ様でした。